集めようとした使徒っていうのはキリストの弟子ですけど、はい、キリストの弟子は12人しか集まらなかったんだけど、うんうん、実は18人集める必要があったんだと言うんですよ、でなんでって聞いたら、うん、18人集めると野球ができるだろうって言うんですよ、球体球で。そんな理由だったの、そう、よくわかんないんです。この辺、僕ね、この辺を見ててもよくわかんなかったんですけど、で18人集めると奇跡が起こるって言うんですよ、キリストが、で、あと6人足りないから6人の人をその地上に行って集めてくれっていうのがこの話の始まりなんです、長いですか、やっと始まりました、映画が、設定がすごい、やっと始まりです、そこからなんですよ、そこからなんですね、そこからなんですよ、始まりは、はい、っていう映画なんですよ。いや、すごいね、ここまでも十分めちゃくちゃ面白い、ね、うん、もう奇想天外なことになってるし、想像をはるかに超えてる、なんですけどね、コメディ、はい、でね、まあこの映画はすごいなと思って、そのまだアメリカでは本格的にまだみんな見てないんですけども、結構怒る人も出てくるなと思いますね。ああ、そっか、そうですね、だってキリストとか出てくるしね、そうなんですよ。これね、結局これタイトルがですね、日本語タイトル神様メールですけど、元のタイトルは、ブランニューテスタメントって言うんですね、はい、それはあの、ニューテスタメントがあの新約聖書なんで、ブランニューだと最新約聖書って意味になるんですよ、はあ、はい、で旧約聖書、新約聖書ね、そのよりも新しいのができたってことで、そういうタイトルになってるんですけど、これはね、実はすごくキリスト教の矛盾点をすごくなんとかついた話になってるんで、結構ね、まあ話題というかですね、問題になるだろうなと思うんですけど、まあアメリカではまだそんなに見られてないんですけど、はい、っていうのはね、旧約聖書に出てくる神様っていうのは、この映画に出てくる神様とほとんど変わらないんですよ、すごくそのなんていうか、嫉妬深いんですね、旧約聖書の神様っていうのは。あ、そうですよね、なんかもう不倫したりとかもするしね、はい、浮気したりとか。いや、旧約聖書の神様はしませんよ。あれ、旧約はしなかったですっけ。あ、そっか、あっち、ごめんなさい、あっち、ギリシャ神話だ、ごめんなさい、ごめんなさい、どえらいことを言い出したの。あ、びっくりした。旧約聖書はね、あの、はい、ユダヤ教の神様なんですよ。あ、そっかそっか、はい、ヤーウェとか言われてるもので、エホバとかね、あと、まあ、アラーとかも同じ神様なんですけど、実際のイスラム教の、はい、で旧約聖書の神様はね、とにかくね、やたらとね、自分以外の神様を信じてる人たちを殺せって言ったりするんですよ。はで、徹底的に殲滅しろって言ったりね、で嫌ですって言うとそいつが罰せられたりね、自分のその子供を捧げろって言ったりね、あ、そうだ、生贄にね、捧げろって言ったりね、そう、自分の子供を殺せって言ったりね、はいはい、あと気に食わないとその大洪水を起こしたりして、もう大量虐殺したりね、まあそういう神様なんですよ。そう、ノアの箱舟なんですよ、だからね、例えばね、エゼキエル書っていう、まあ、パートがあるんですけど、旧約聖書には、そんなに長くないのに、その中に殺すって言葉がね、殺すという言葉が50回以上出てくるんですよ。それぐらいなんかね、ちょっとどうかしてるんですよ、旧約聖書の神様って。で、目には目をって言葉がありますよね、はい、あれなんか旧約聖書に出てきますけど、まあ、とにかく復讐しろ殺せみたいなことばっかり書いてあるんで、だこれは多分ユダヤ教の人たち、ユダヤの民がその砂漠の中でいろんな多民族と戦いながら生きていく上で、その非常に厳しく戦うことが必要だったんだろうなと言われてるんですね、そうしないと存続できないから、部族同士での争いに、で厳しかったと。でそれが旧約聖書の神様なんですけど、新約聖書、要するにイエス・キリストの教えを書いた新約聖書っていうのは全く逆に近いんですよ、だから一番有名なのはキリストの言葉としてっていうか、まあ、新約聖書の言葉で一番有名なのは、汝の敵を愛せですよね。そうですね、右頬打たれたら、旧約聖書は敵を殺せって書いてるんですから、全真逆になってんだ、全く逆。それと一番その新約聖書というか、まあ、キリストの教えで、まあ、あの一番根幹を出すのは許すってことですよね、罪を許します、ね、自分の敵を許しなさい、お互いに許し合いなさい、許すってことなんですよ、はいはい、逆なんですよ、全然、確かに。で、すごく困るのは、これ僕もすごく困ったんですけど、僕は子供がね、
聞きたかった頃ね、日本語教育をしなきゃならなかったんで、アメリカでね、うんうん、で教会で日系人の人の教会があるんですよ、何個か、うんうん、でそこで土曜日とか預かってくれるんですね、日曜日とか、うん、でその保育園みたいになってたんですよ、うん、日本語のね、はい、でそこに行ってる時にそのほとんどただ同然で預かってくれるんですけど、その代わりその親はその間教会の礼拝とかに参加しなきゃいけないんですよ、うん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 、要するに信者を増やすためにやってますからね。ああ、そうか、はい、そこでその聖書の教えを、まあ、受けたんですけども、うん、非常に困ったんですよ僕は。困った、要するに旧約聖書の教えをするわけですよ。ああ、で神は言われました、徹底的に殺しなさいっていうわけです。ああ、そうか、うん、で最後にイエスの愛はって全然違うじゃねえかっていうか、そこ2つやるから食い違ってるわけですよ、うんうん、非常に食い違ってるんですよ、うん、でこれはキリスト教徒の人たちはこれが食い違っていないんだってことで納得させるような理論をいっぱい作ってます。なるほど、こじつけるんだ一生懸命、うんうん、でもこれはやっぱりどう考えても対立するんですよ。というのはユダヤ教の人たちはキリスト教はユダヤ教の異端であって、うん、ね、うん、ユダヤ教とは教義が違うってはっきり言ってるわけですからね。そうですね、それで迫害してたわけですもんね。まあそうですけどね、うん、はい、だから実はこれ対立するもの、全く真っ向から対立するようなものを同時に信じろっていうね、非常に難しいことを強いられるんですよ、キリスト教の業界では、うん、で論理的に考えれば考えるほど矛盾してるわけですね、うん、でもそれを受け入れるようになった時に本当に信者になれるんですよ。これをねダブルシンクって言いますね、二重思考、うん、全く矛盾しているものを同時に信じることができたときに人はその信者になっちゃうんですよ。なるほどね。一番有名なのは北朝鮮の正式名称は朝鮮民主主義人民共和国っていう国名ですよね、うん、民主主義全くないのにね。まあそうですね、でも北朝鮮住んでる人はこれは民主主義だって信じてるんですよ、人民の国だって信じてるんですよ、うん、独裁国家なのに、うん、それがその時に全くその国の信者になるんですけど、宗教ってのは大体こう矛盾をはらんでて、うん、不合理なんですけれども、不合理であることを受け入れた時に信者になるんで、不合理ゆえに我信じという言葉があるんですよ。でもこの映画はだったら直したらええじゃないのっていう話になってるんですよ。じゃあなんかすごい面白い、ただのコメディって感じじゃなくて、そんなメッセージが。そうですね、だからね、この映画の根本は宗教そのものよね、神様が父親である、うん、男性であるってこと自体が問題なんじゃないのって話になってるんですよ。はい、そもそもこれは これはだからファーザーって呼びますね、父って呼ぶんですよ神のことを、はい、ね、でみんな何気なく普通にその神は男性だと思ってるけど、そんなバカな話はないですよね。まあそうですね、だって男ってバカじゃん。そこに、うんうん、バカだから、うんうんうん、でしょ、なんで神様なの。え、確かにそうだ、そんな言われる、それがもしかしたら、はい、要するに、まあ、日本以外の国、例えば仏教においてはあの仏様って中性的存在なんですよ、はいはい、仏像よく見ると女の人のようにも男のようにも見えるようになってるじゃない、はい、あれは意図的にそうしてるんですよ。へ、男でも女でもないんですよ、でも日本はアマテラス大神は女性ですよね。そうですね。ね、うん、この映画実はそういうかなりやばいことやってるんですね。問題になるんじゃないですか。神とこついてきましたね。そう、神様男性っておかしくねっていうか、それがもともとまずいんじゃね。そういう世の中全体がめちゃくちゃになる理由なんじゃねっていう話なんです。壮大な。人深くて暴力的で権威的でね、偏見に満ちてて。うん、怒ってばっかりで、え、男って最低だよねっていう話なんですけどね、はい、え、これヨーロッパではもう封切られてて、まあヨーロッパではまあ許されてますけどね、ただアメリカとかではそういうの許さない人たちがいっぱいいるのでね、問題になりそうですね。だってアメリカでフェミニストの人たちとか婦人参政権運動が起こった時に一番それを叩いたのってキリスト教徒なんですよ。そう、聖書の中に女性はダメだっていっぱい書いてあるからなんです。だからね、結構日本だとね、これただのコメディなんですけど、
あの、まあ、キリスト教圏においてとか、まあ、イスラム教も全部同じなんですけど、元はね、うん、ユダヤ教もにおいては結構やばいギリギリのことをやってる映画だなと思いましたね。はい、公開中止とかなんなきゃいいです ね、これ。でも映画自体は可愛い楽しい映画ですよ。いやいや、ちょっとこれ聞いちゃうとなんか裏のメッセージがね、そうですか、はい、おとぎ話です。はい、子供も見れます。あ、子供見れねえや、ちょっとエッチシーンが多いんですね。はい、すみませんでした。あ、そうですか、はい、あ、そうですか。それまたそれは、はい、それでいいな。急にね、ソフトに包まれましたけれども、5月27日に日本ではもう公開されるという映画でございます。すごいな、うん、いや結構勇気のある映画だと思いましたね、はい、映画神様メールのお話、今日は町山さんにしていただきました。町山さん、ありがとうございました。はい、どうもでした。 TBS ラジオ玉結び玉結び